スイス、ジュネーブの郊外、セルン欧州原子核研究機構の全長 27km に及ぶ LHC プロジェクト。ここに未知の素粒子、ヒッグス粒子を見つけるためのアトラス実験装置があります。その心臓部ともいえるセンサー部分に採用されているのが浜松フォトニクスの SSD や放電子増倍管です。私たち浜松フォトニクスの SSD がなぜ採用されたのか、その理由を開発者に聞きました。 SSD はシリコンの基板上にストライプ状の検出器をいっぱい並べたものがあるんですけども、そこに粒子が通過すると電極から信号が出るということで、その粒子がどこを通ったかっていうのが分かります。その SSD を何層にも並べることによって、粒子の通った筆跡、飛んだ方向だとか通り道、そちらのものが検出できるというような原理になります。まあ、第一に大きな実験で放射線環境が厳しい、そういった状況でも5年から10年の使用に耐えられるものでなければいけないということで、放射線耐性に強い構造に改良する必要がありました。まあ、それを達成するためにストライプディテクターの電極構造だとか、あと材料だとか、そういったものを含めていろいろパターンを変えたりだとか、材料をいろいろトライしてみるだとか、そういったところがありました。あとかなりの数を使うもんですから、その数それぞれが均一な性能を持たなければならないということと、10センチ角ぐらいのシリコン基板の上に、500本だとか700本だとか、そういったレベルの電極があるんですけども、全てのチャンネル、なるだけ少ないデッドチャンネルで、機能するように、そういった不良チャンネルがないようなレベルに、することが一番気を使ったところです。実際これでいいものになったっていうことになってからは、短期間にその何万枚っていうレベルのものを作らなければならなかったので、その期間は生産ともにかなり厳しいものがありました。全体的に見て他社としてと比較して強みというのは、生産設備がこのような半導体センサーを作るような会社、いろいろあるんですけども、そういった中でやっぱりかなり整っているということで、量産、安定した量産ができる、そういった環境があるということですね。もちろんそれを支える社員、そういったもののモチベーションというのはもちろんありますけども、その辺だと思います。